ニューたけし。はい、皆様、とめたけしです。本日はですね、お客様からいただいたお土産をご紹介しようのコーナーです。ありがとうございます。今回はですね、お客様ではなくそよからいただきました。ありがとうございます。そよがね、出張に行ってたのでね、そのね、お土産です。はい、いただいたのはこちらですね。はい、4つありがとうございます。こんなにね、たくさんもらえるとは思いませんでした。こちらですね、紹介しながらね、一つずつ食べていこうと思います。はい、こちらきびだんごです。千鳥のきびだんご、お笑い芸人の千鳥はね、岡山出身ですね。まあ、それにちなんでのパッケージですね。きびだんご、もうきびだんごといえばね、桃太郎ですよね。おおほうほうほう、はい、こうなってます。あのね、一つ一つ袋に梱包されております。美味しそうだな。全部でね、12袋入ってますね。はい、こちら早速開けて食べてみよう。ちょっとね、手で失礼します。はい、きびだんごです。いただきます。うまいっす。うん、あのですね、はい、こちら見てください。餅の中にね、プリンが入ってます。プリン味のソースですね。めっちゃうまいっす。うん、なんで餅なんですけど、味はカスタードっぽい味します。とても美味しいです。歯ごたえもあってね、そんなね、硬くもなく柔らかくなく、ちょうどいい噛みごたえの餅です。とても美味しいです。余談なんですが、きびだんご実は2種類あるらしいです。桃太郎のきびだんごのきびって、とうきびとかさとうきび、穀物ですよね。稲みたいな、それを混ぜて作ったのが最初って言われてるらしいです。で、もう一つのきびが、岡山の昔の名前が、きびの国っていうね、そのきびっていう地方があるらしいんですよ。そこで作られた団子がきび団子で、どっちが正解なのかとかはないです。2種類あるそうです。でも、きび地方に住んでる人曰く、桃太郎のきびは地方のきびだって言ってる人もいるらしいです。実際は食べる方のきびが、本来桃太郎が使ったっていうきびらしいです。まあ、どっちでもいいんですけどね。あ、いや、ダメか。地方の人にとっては大事ですよね。とりあえずですね、岡山はね、きびだんごが有名っていうことですね。皆さんもね、岡山行ったら必ずきびだんご食べてください。はい、以上です。とても美味しかったです。次、行ってみよう。次はね、どうしようかな。まあ、よし、こちらね。はい、金シャチウイロウ。ウイロウですよ。ウイロウね、自分食べたことないんですよ。羊羹のようなものっていうイメージをしてます。初めてウイロウ。やっぱね、名古屋といえばね、ウイロウですよね。あと味噌カツだったり、あと名古屋コーチンですか、いろいろありますよね。ウイロウ、初挑戦です。ではね、早速開けてみよう。はい、見てください。このようになってます。4つ入りですね。こちらもね、また一つ一つ袋にね、梱包されてます。あ、すっごい柔らかい。プニプニしてる。ウイロウ、羊羹じゃないんだ。なんか水羊羹みたいな感じかな。どうだろう。なんか開けていきなりね、ビュって飛ばないよね。どうだろう、大丈夫かな。ちょっと開けてみたいと思います。おはいはいはい。おーほーほー、あ、なるほど。なんだろう、ほんと水羊羹みたいな。違うか、餅みたいな。はい、皆さん、ちょっと、はい、皆さん、こんな感じです。見てください、このプルンプルンですよ。どんなやつなんだろうね。ちょっとドキドキしますね。なんか羊羹っぽいんだよな。まあいいや、食べてみたらわかります。では、いただきます。なんだろう、この食感。もう餅じゃないですか、これ。うん、なんかすんごい柔らかい、歯ごたえのない餅。なんだろう、牛皮に近いですよね。あ、でもうまい。めっちゃ美味しいです。これは抹茶味かな。ですね、抹茶の味がしますね。ウイローは抹茶の味がするやつなのかな、それとも抹茶味のウイローなのか、ちょっとそれは不明です。いや、でも美味しいっす。うん、あ、うまいぞこれ。
かね、もうすんごい柔らかい水、くず餅に近いですね。そうだ、くず餅っぽい。あ、うまい。こちらはね、あの本当に餅大好きな人はめっちゃ大好きだと思います。ウイローこんな味知ってたんだ、うまっ。あのめっちゃうまいですこれ。ちょっと衝撃です、うまいです。あのちょっと話変わるんですが、自分ドラゴンボール大好きで、あのウイローって聞くと、あのドクターウイローっていうあの敵がいるんですよ。で、やはりね、鳥山明先生はね、あの出てくるキャラクターにね、みんな名前つけるじゃないですか。もちろんそのキャラクターの名前ちゃんと由来があるんですよね。ドクターウイローのウイローはまさにこのウイローから来てるんですよね、うん。でですね、あのドクターウイローにあの助手がいるんですよ。それがドクターコーチンです。あの名古屋コーチンですよね。でそのドクターコーチンがあの作った3人のね、強いあの部下がいるんですよ。その一人がキシーメン、多分キシメンです。でエビフリア、多分エビフライですよね。最後のね、3人がね、味噌カッツンっていう、あの味噌カツですよね。どれもですね、あの名古屋の食べ物ですよね、うん。そっからね、名前をつけてるっていう。鳥山先生、本当に素晴らしいです。はい、ウイローめっちゃ美味しかったです。ごちそうさまです。衝撃的でした。ありがとうございます。はい、続きましてね、こちらです。こちらはね、組飴ですね。飴玉です。とても可愛いですね。色鮮やかです。こちらはね、東京浅草のね、お土産ですね。あの雷門ですよね。で中店、あのずらーって店が並んでる、そこでおそらく買ったんじゃないかなと思います。いやー、美味しそう。ではね、早速開けて食べてみたいと思います。この飴玉ね、結構美味しいですよね、うん。自分大好きなんですよね。あ、特徴としてあのこの柄ですよね。で、あの長いで、このパン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 ってあるじゃないですか。切っても切ってもあの同じ柄が出てくるやつ。あれ本当に職人技ですよね。ずっと見てられますよね、あれ。何色食べよう。そうだな、あの緑からいこう。このレモンみたいなね。ではいただきます。うまっ。うまいっす。あの大げさと思うんですけど、本当にうまいっすよ。あの緑はね、メロン味っすね。あの今あえて噛んだんですよ。そしたらすごいサクっていきました。ガリっていくかなと思ったらサクサクってす。うまいっす。さっきはなんかみかんみたいなね、模様だったんですけど、次これ風車みたいなデザインです。いただきます。うまっ。冗談抜きでうまいっす。え、こんな味だったっけ。美味しいっす。これはね、青いのはなんだろう、レモンの味します。レモンとなんだろうね、レモンなんですが、ちょっと違うなんか甘みも混ざってます。うん、美味しいです。はい、以上です。ごちそうさまです。とても美味しかったです。はい、最後はこちらです。これもらった時ガチでクーピーかなと思ったんですよ。でよく見たら、あのペン型クッキーって書いてますよね。おそらくクッキーですね。あのリアルですよね。鉄のねケースです。おしゃれですね。あのこれあれですもんね、桜クレバスさん の, あのクーピーですもんね。面白いな。ではね、早速開けてみましょう。ちょっと中気になりますよね。なんだろう、どういう風になってんだろう。え、もしかしてこんな感じのクッキーなのかな。なんだろうね、まあ、開ければわかります。開けてみよう。はい、では行きますよ。あの一緒に見ましょう。はい、行きます。じゃん。お、あー、なるほどね。はい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 。皆さんのね、袋に入ったこれね、これじゃないです。あの後ろ見てください。はい、クッキーです。このクッキーです。最初びっくりしたね。もうこの色のねクッキーかなと思ったね。違いましたね。ではね、早速いただきます。開けて、はい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 、こんな感じですね。はい、こんな感じです。クッキーです。あ、香ばしい、いい感じの香りです。それではいただきます。うん、うまっ。めっちゃサクサク。なんだろうね、なんかお土産のクッキーってほんとシンプルなはずなのに味わいがあるんですよね。なんだろうな、すごい。まあ
はい、クッキーね、とても美味しかったです。あの、なんでしょうね、シンプルなんですけど、あの、ずっと食べてられる、うん、ふわーんとくる甘み、うん、すごいなんか上品な味がします。はい、以上です。そうよ、ごちそうさまです。ありがとうございます。残ったものはね、家族と一緒に食べたいと思います。あの、子供がね、めっちゃ喜ぶと思います。子供がね、一番喜ぶのはもう間違いなくこれです。え、なになにって、絶対になります。あの、子供クーピー大好きなんですよクレヨンとかクーピーとかね、筆記用具がめっちゃ大好きです。これ絶対ね、クーピーと思って喜ぶんですよね。で、中開けたらクッキーで、もしかしたらどういう反応するかね、うんあれ、クーピーじゃないんだみたいな。いや、でもね、このケースはね、めっちゃ喜ぶと思います。あと、これもだね、この飴玉絶対大好きです。うん、子供こういうの大好きなんですよねこの娘はね、餅も大好きなんでね、このウイローときびだんごも、こちらもね、喜ぶと思います。いや、最後にね、そうよ、ありがとうございます。はい、それでは皆様、この動画がね、いいねと思ったら、ぜひグッドボタン、高評価よろしくお願いします。あと、チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは、ニュータケシ、それじゃあ。